普遍ワイルド坂口賢治が今回、稲垣五郎、本駒で主演へ、キングダム、安堵名作出演報道も完全復活へ。7月18日からフジテレビで、俳優で実業家の坂口賢治48、主演のドラマ、遺留チームメディカルドラゴンシリーズの再放送がスタートした。遺留の第1期は2006年4月期に放送されたが、 今回は平日の昼1時50分から3時45分の再放送枠、ハッピーアワー、関東ローカルで放送される。遺留は、天才外科医の浅田龍太郎、坂口が腐敗した大学病院の権力に立ち向かっていくメディカルドラマ。第4シーズン14年1月期まで制作された坂口の代表作だけに、現在もファンが多い作品として知られる。 坂口さんは2018年3月に厚生労働省指定の特定疾患、特発性大体骨頭解死症を発症して仕事を続けることが困難であることから無期限の芸能活動休止を発表。その後、テレビの世界からも消えてしまいましたが、遺留を筆頭にワイルドで男らしい坂口さんに魅了されたファンは多く、活動休止中も復活を願う声は絶えませんでしたよね。 女性史ライター。芸能活動を休止した坂口は、コーヒー焙煎師に指示し、コーヒーを深く学びオリジナルブランド、ザ・ライジング・サン・コーヒー以下、TRSC を立ち上げた。18年夏には、千葉九十九里に焙煎賞。19年春には、都内にテイクアウト及びコーヒー豆販売の店舗をオープンさせるなど、焙煎師として第二の人生を送っていた。 そんな坂口だったが、23年から俳優業に復帰しつつあるのだ。23年3月にサントリー生ビールの新 CM に出演し、同年4月クールの木村拓也51主演連続ドラマ、風間行進京城ゼロ、フジテレビ系で9年ぶりにドラマ出演。同9月には俳優活動のための新事務所も設立している。 今年4月18日には、デオドラントブランド、AG デオ24のメンズライン、AG デオ24面の新 CM にも出演した。そして、今年の夏には、坂口にいよいよ主演ドラマの話が聞こえてきていて、今年の夏に放送されるフジテレビの特番、本当にあった怖い話で放送されるドラマの一つで、坂口さんが主演を務めると聞こえてきています。 制作会社関係者。本当にあった怖い話は実話に基づいた怖い話の再現ドラマをオムニバス形式で放送する稲垣五郎50がストーリーテラーを務める人気番組。主に夏休みシーズンに放送されていて、昨年は8月19日に放送されていた。再現ドラマには人気俳優が起用されることが多く、2023特別編。 では、鈴鹿王子24や白石舞31などが恐怖エピソードを熱演していたが、今回はそこに坂口もキャスティングされているという。木村さんの、協情ゼロでの坂口さんは終盤のキーマンでしたが、極端に出番が多いわけではなかったんですよね。しかし、話通り本コアで主演するということなら、ショートドラマとはいえ着実にステップアップしている感じですよね。 遺留の再放送にしても、新作に出演する俳優の作品を再放送する傾向が富士にはありますので、本顧はに坂口さんが出るからこそかもしれませんね。全土京城ゼロの最終回からおよそ1年後の現在も、坂口のダンディワイルドな魅力は健在。最近では7月12日に、全室のコーヒーのオリジナルブランド、TRSC、 のインスタグラムを更新し、元気な姿を見せている。京都銀閣寺前で運営している姉妹店カフェ、花銀閣で撮った写真を投稿していましたね。写真の坂口さんは半ズボン姿ですが、足の筋肉もしっかりしています。見た目には体調はとても良さそうで、さらに坂口さんには、本コア以外にも、2本作品に出演するのでは、という報道があります。 いよいよ本格復帰という感じですよね。全室の制作会社関係者。坂口は山崎健と29主演の映画、キングダムの第5弾に出演すると、女性セブン小学館6月13日発売が報じている。キングダムは大規模なロケや、身体を張ったド迫力のアクションシーンが満載の超大作。撮影は超ハードなわけですが、 これに、坂口さんが出演すると、第7弾まで一気に撮影するとも言われており、長丁場にもなるでしょう。体力面に自信があるからこそ、引き受けたのではないでしょうか、全道。また、坂口が18年の活動休止前に出演した最後の映像作品は、2 0 1 4年4月クールの小泉京子58の主演ドラマ、続、最後から2番目の恋。 フジテレビ系第1期は12年1月期だったが、その続編が放送予定だと、女性自身公文社7月9日発売で報じられている。最後から2番目の恋は、小泉演じる45歳のテレビプロデューサー吉野千明と、中井貴一62、演じる50歳の鎌倉市観光課長長倉和平との恋を中心に描いた大人の青春ドラマ。 坂口は和平の弟、新平役で出演していた。最後から2番目の位といえば、放送から10年が過ぎた現在も続編を願うファンが多い、名作ドラマですよね。坂口さんが、同作で共演していた飯島直子さん、56の看板組、飯島直子の今夜一杯行っちゃう ?BS 富士の5月9日放送会にゲスト出演したことも、 大いに話題になったばかりです。番組では10年ぶりの再会を喜び、最後から2番目の恋の思い出話も多く飛び出していました。飯島さんの番組というのが大きかったでしょうが、ドラマだけでなく、バラエティ番組にも出演した。こういうところからも、坂口さんの本格復活を感じさせますよね。どう対策映画、キングダムと名作ドラマ。 最後から2番目の恋の続編に先駆けて今回、本当にあった怖い話絵で坂口の主演ドラマが放送される。閉イとはフジテレビに坂口の本は起用について問い合わせたところ、制作の詳細についてはお問えしておりません。ということだった。活動休止中もワイルドさが衰えるどころか、増している感すらある坂口。今年の後半以降の大活躍は、 間違いなさそうだ。夏らしい半ズボンコーデの坂口。ワイルドマイルドなクールな印象は永遠ですね。銀閣寺付近なら近いので伺いたいと思います。いつまでも変わらない笑顔素敵です。といった声が多く寄せられている。